皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢裕之です。どうも。本日のお題はこちらにございます。ニコンの ZFC、 こちらでございますね。この ZFC についてご紹介をしたいと思うんですけど、おしゃれでクラシカルな外観のカメラなんですけども、このカメラが発表された時にですね、私のチャンネル視聴者さんからいっぱい連絡来たんですよ。 ZFC ホーリーグレール撮影できるんですかっていう。ホーリーグレールっていうのはタイムラプスの用語で、夕方から星空から朝焼けっていうのをこう滑らかに時間の変化をね、グラデーションを演出するっていう、そういうタイムラプスって結構難しいんですけど、ニコンがねそれを完璧にできるっていう機能を備えてるんですよ。でこのカメラでそのホーリーグレールができるのかどうかっていうのを結構ね問い合わせいただきまして、でまあ昔の動画でねその設定の方法は言ってるんですけども、まあもう1年前の動画だし、1年前って私 YouTube 始めたてでそんなに動画も上手じゃなかったし、音とかも聞き取りづらいしね。あと何よりこの ZFC がね、中身のメニューは他の機種 Z5 とか Z7II とかと同じユーザーインターフェースのメニューではあるんですけど、外観が違うからちょっとね設定が変わってくるんですよ。今日はこの ZFC 専用で、ホーリーグレール撮影をする時の設定注意点というのをご紹介したいなと思います。それでは今日も行ってみましょう。でまあこう誰が持ってもですね、可愛らしいこのカメラがなんとホーリーグレールタイムラプスをゴリゴリと撮影することができるということで、実際やってみたらねやっぱり問題なくできました。この ZFC のことを簡単に説明すると、USB 給電ができます。なのでバッテリーを心配する必要がないってことですね。で APS-C サイズですごい小さいんで持ち運びも簡単ですから、サブ機として1個置いていいのかなと。ただまあ一つ残念なのはレリーズ端子、こうリモコンをね接続してレリーズを切る、そのレリーズを刺す端子がね省略されてるんですよ。こう三脚の上にこれをポーンと置いてホーリーグレール撮影をするならいいんですけど、まあタイムラプス上級者の方が使うねそのローテーターとかスライダーとかね、そういうモーション機器との連動は残念ながらできませんよっていうのは覚えておいていただいた方がいいかなと。あとまあ一応言いますけど、星空撮影の時の高感度ノイズそんなに大げさに多いとか少ないとかっていう印象はなくて十分撮影できるんですけど、やっぱボディがちっちゃいじゃない。でバッテリーもこう横に入るタイプなので、写真のこの横のところにちょっと赤いアンプノイズっていうかそういうのは出やすいですね。だから冬場だったら気にならないと思いますけど、夏場とかはちょっと高感度ノイズっていうか熱ノイズね、カメラが発熱することによるノイズはちょっと多いかもしれないっていう感じですかね。ただ全然使います。はい、ユーザーセッティングっていうのがこのカメラにはないです。ただだから、ホーリーグレール撮影の時と普段使いと切り替えたいなっていう時に、例えば私が持ってる Z7 とかだと U123 ってですねユーザーセッティングを割り振れるんですが、それが割り振れないのでワンタッチでこうホーリーグレールに切り替える、普段使いに切り替えるっていうのはちょっとできないです。だからメニューからいじってって普段使いのモードに直していくっていう風にするしかないですね。まあその辺はちょっと手間かなと思いますけど、まあしょうがないんじゃないですかね。そういうカメラじゃないと思うので。まずこの上のダイヤル、この、ここに感度ダイヤルがありますが、ここの感度の横にモードダイヤルがあります。絞り優先とかシャッタースピード優先とか、プログラムモードとかですね。これはホーリーグレール撮影の時は A モードにしてください。でここの感度ダイヤルは、一番低い感度、昼間に撮影する感度、つまり ISO100 ですねにしておくといいかなと思います。それからシャッタースピードのところはですね、これ T にしてください。 T これですね、このシャッタースピードのところは T にしてください。 T にしておくとこうシャッタースピードをこう自由に動かせるようになるんですけど、で F 値は基本開放でいいです。今はこれ 28mm の F2.8 が付いてますんで F2.8 開放で設定をすると。でここまで設定をしたらいよいよメニュー画面に入ります。メニュー画面こっちに出そうか、こっ
こっち出しますね。はい。上から順に行きましょうか。フォーカスモードはマニュアルにしてくださいね。だからマニュアルでピント合わせになります。マニュアルフォーカスにしてください。それから、このインターバル撮影とかいじる前にですね、言っておきたいのが、画質モード、JPEG で撮るのか、RAW で撮るのかっていうところですけども、これ画像処理をする人は RAW で撮っていいです。で、画像処理しない人は JPEG で問題ないです。それから、RAW 記録のところ、まあ RAW で撮るんだからね、せっかくは情報量の多い14ビット記録でいいかなと思いますね。そうして、そうして、高感度ノイズ低減。これはオフにしておいた方がいいかな。消しゴムで擦ったようなノイズ低減になるんですよね。ノイズは減るんですけど、その分なんか、ぼやっとした描写になりやすいので、これは私はオフにしています。だから、ビネットコントロール、これ周辺原稿の補正ですね。これ標準でやってます。解説補正。これも一応オンにしてます。速攻モードですね。これ速攻モードが、中央充填速攻を私はお勧めしています。他の速攻方式にすると、一部分だけが、明るさとして感知されたりとか、撮影中に変なところがこう、速攻されて明るさが変わったりとかね、そういうことが起こるので、まんべんなく全体的に速攻するために中央充填速攻をお勧めしています。あとはこのセットアップメニュー、セットアップメニューの中に USB 給電ってありますから、これ必ずオンにしておきましょう。オンにして、USB-C 端子から、今もこう接続してますけどね、モバイルバッテリーに接続して常にこう電源が供給されるようにしておくと、電池切れは起きないです。ホーリーグレール撮影って3時間とか4時間とか平気でやるので、まあ枚数も1000枚とかいきますから、まあ大容量のメモリーカードプラス、十分に充電したバッテリープラス USB 給電っていうのをしておくと、万全の状態かなと思います。はい、それでは、いよいよ、設定に行きます。設定する項目は、ISO 感度設定というところと、インターバルタイマー撮影というところ、その2つだけです。ISO 感度設定ですね。ここは今、このダイヤルで100にしてるからさ。うん、今、100になってます。ここはいじれない状態になってます。で、感度自動制御オンですね。で、制御上限感度、これはどこまで、暗くなったらどこまで感度を上げますかっていうふうにしますけど、私は12800にしてるんですけど、ちょっとノイズあんまり増やしたくないなって人は6400とかに抑えておいた方がいいかなと思いますね。それから低速限界設定。これはですね、F2.8 のレンズを使うのであれば、10秒もしくは15秒かなぐらいがいいと思いますね。まあもうちょっと20秒ぐらい伸ばしてもいいって思うんですけど、まあ APS-C サイズのカメラなので、フルサイズよりはちょっと露出時間長くしとった方がいいかな。15秒をおすすめにしておきましょうか。はい。ここまで設定したら次はインターバルタイマー撮影ですね。設定になります。ここを選んで、はい。撮影間隔、今ね15秒っていうふうに設定したじゃないですか。プラス2秒間隔を持ってください。で、ここを17秒にしておくと、基本的にこう17秒ごとに写真を撮っていきます。だからシャッタースピードが長くても短くても17秒、等間隔でシャッターを切っていくんですけども、さっき低速限界してて15秒にしましたよね。で、15秒までシャッターが開いたら、2秒後にまた撮影が開始する。17秒なので、2秒後にまた撮影が開始するよというのがこの17秒っていう設定になります。だから、シャッタースピードにプラス2秒で、考えておくといいかなと思いますね。で、撮影回数かける1回のコマ数、これはですね、何時まで撮影するかっていうのを基準に考えた方がいいです。ただ、右下に終了日時って出るじゃないですか。例えば、星空から朝焼けになって、太陽昇ってくるまで撮りたいなと思ったら、太陽が昇ってくる時間を調べて、太陽昇って30分ぐらいしたら撮影終わろうとかね、そういう感じで、決めるといいと思います。で、露出平滑化はオン。サイレント撮影もオン。あ、サイレント撮影はまあ、電子シャッターのことですね。だからオンにしておくと、シャッターが摩耗しないので、カメラが長く使えます。はい。
撮影感覚優先もオンにしましょう。この撮影感覚優先はこのマニュアルモードとかできないからね、この A のモードにしてるときにこの撮影感覚優先がオンになります。できないときはこういうふうにね、できませんよっていう表示が出ますんで、それから撮影感覚ごとの AF 駆動、これ撮影するたびに AF 切れたらピントずれちゃいますから、これはオフで、オプションのところね、これパソコン処理とか苦手な人はここをおすすめオンにしておくとおすすめなんですけど、このタイムラプス動画を撮影した直後にすぐ作ってくれます。もう速攻動画できます。すごいですこれで。このタイムラプス動画から、画像サイズ、フレームレートですね、まあ今これ 4K30p30 フレームで選んでますけども、まあ基本は30フレームでいいんですかね。このフレーム数が多ければ多いほどこう滑らかな動画になるんですけども、4K30p か、それとも、この1920×1080、フルハイビジョンですね。の 30p かっていう感じです。で、フルハイビジョンの 60p っていうのもできるんですけど、60p にすると、1秒間に60枚写真を使うので、その分滑らかにはなるんですけど、たくさん写真撮らなきゃいけないし、インターバルタイムもちょっと短くしないとすごい早送り動画になっちゃうので、まあ、基本は 30p でいっていいかなと思いますね。はい、じゃあこれ一応今 4K30p にしておきます。でここまでいったら、あとはこう撮影開始をするだけです。まあ、もちろんこの設定をする前にピントと構図はもう決めてるのが前提です。はい、でそこから撮影開始をするとホーリーグレールタイムラプスがスタートします。あとはこう設定した枚数で、撮影が終了すれば、まあ自動的にカメラ止まりますし、途中で止めたいなと思ったらOK ボタンを押したりとか電源切っちゃえばカメラが止まってくれますんで、はい、そういう風に制御をして OK です。なんか言い忘れてることないかな。大丈夫だよね。はい、じゃあこんな感じで設定するしても撮影を開始すればホーリーグレールタイムラプスが撮れちゃいます。で一応私がこのカメラを使って、撮ってきたホーリーグレールタイムラプスをお見せしたいと思います。はい、どうぞ。今お見せした動画はですね、すべてこの ZFC のカメラ内で生成したタイムラプスで、一切画像処理をしていません。はい。まあ十分ですよね。なんかこうね、今後このニコンさんから新しいカメラが発売するたんびにこのホーリーグレールの機能が実装されるんで、すごい話ですよね。本当毎回言ってますけど。その開発者本人の方も撮影されてるみたいで、いろいろ調整未だにしてるんですって。もう何も完成されてて、もう何も手つけてないのかなと思ったんだけど、未だにブラッシュアップを続けているそうで、やっぱりそのニコンさんはタイムラプスではうちのカメラが一番だっていう認識を持って取り組んでるみたいなんで、まあこれはユーザーとしてはね、非常に嬉しいですよね。うん、アップデートのたびに良くなっていくっていうことなんだと思います。で一応注意点ですね、これ
APS-C サイズのカメラなので何かとレンズをつけると 1.5 倍の焦点距離になるじゃないですか。でね、例えばこの28の F2.8 35mm 換算で 35mm ぐらいの焦点距離になるわけですけども、画角が狭くなるとね、ちょっとホーリーグレール撮影って難しくなってくるんですよ。その画角の中で暗いところと明るいところの境界線がね、結構狭くなるっていうか、大きく露出の速光範囲を取れなくなるので、明るいところとか暗いところとかどっちかにこう振られやすくなっちゃうんですよ。地面と空とかっていうのを 50mm とか 35mm で入れると結構うまくいかないことが多いです、はい、だからできれば 24mm よりもワイドめなレンズを使うと、中央重点速光でホーリーグレール、撮影、今の、インターバル撮影をした時に、露出が基本的にあっちこっちに行かず、フリッカーちらつきの発生っていうのを防ぐことができるようになりますので、なるべく広角レンズで撮影するようにしてください。なのでそこは注意ですかね。まあ私のカメラこんなに可愛いのにこんなゴリゴリの機能乗ってるんだみたいなね、まあ、そういう喜びはどっから始まってもらえると嬉しいですよね。こと例えばさ、旅行行って、普段はこうパチパチ撮ってね、みんなでこうキャー可愛いとかって撮影をしてて、バカにしないよ、わかりましたですよ。こういろいろスナップを撮ってね。で、夜寝るときにベランダにさ、こうカメラを設定して、ホーリーグレールの設定、今の紹介した設定をしてさ、寝ると。で、目覚めたらもう動画できてるわけですよ。なんていう、その、泊まったホテルのね、ベランダから見る星空から朝焼けみたいなさ、そういうのはこのカメラでは撮れるんで、旅行の思い出の一つには、欠かせない機能なんじゃないかなと個人的には思っております。はい、それでは今日の動画は以上になります。ZF-C、ホーリーグレールバッチリできます。この ZF-C カタカタ、ぜひ一度はタイムラプス撮影楽しんでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ、したっけねー。